テロワーニュドメリクールテロワーニュを描いた、造形性のミニアチュール、18世紀、テロワーニュドメリクールは、フランス革命前期の1789年の1793年にかけて、パリを中心に活動した、娼婦出身の女性革命家。上和服に幅広、帽子という断層に身を包んで、パリの街をか歩し、革命のシンボルとして、自由のアマゾンヌともて生やされた。 テロワーニュ・ドメリクールは出生名をアンヌ・ジョゼフ・テルバニュと言い,い、現在のベルギー王国リュクサンブール州内のマルクール村で1762年に生まれた。聖家は農家であったが、ママ・母との関係がうまくいかず11歳で家を出奔し、牛飼いや張り仕事などの職を転々とした。1782年、20歳でロンドンに渡り、 カンピなど白爵夫人という現氏名で、社交界に入り、商婦として自立するようになった。ロンドン時代の彼女は、貴族、王族などを客に取り、幾人もの資産家を破滅に追い込んだ、高級商婦として、名を馳せた。客の中に、当時のイギリス王大使がいたという伝説もある。平民の出である彼女だが、こうした客との関わりの中で、一定の教養を身につけていったものと思われる。 また活動の場は、ロンドンにとどまらず、パリにも及び、国際的な女性でもあった。感情高く、パリの高級官僚であった、ペルサン公爵という人物に、年間5000リーブルの就寝年金を支払わせる、契約を結び収入の安定を図っている。また、故郷から呼び寄せた弟たちに職を斡旋するため、パリの銀行カペル号に宛てた手紙も残っており、兄弟思いの一面もあった。 パトロンの援助の下、一時は歌手を目指し、歌謡の本場であるイタリアで修行した時代もあったが、それは、長続きしなかった。1789年、テロワーニは、フランス革命前夜のパリに戻っていた。そして7月14日のバスティーユ襲撃を、パレロワイヤルの群衆の中で迎える。すでにこの時彼女が馬上で断層に身を包み、バスティーユ牢獄に向かう。 群衆の戦闘に立っていたとする叙実もあるが、テロワーンニュ自身の手記に、そのような記述はなく、後世の創作である。革命の開始に感銘を受けた彼女は、乗馬服に大きな羽飾りのついた幅広、帽子といった断層で、パリの街に出歩くようになり、国民議会の傍聴席に足しげく通った。断層の彼女の姿について、歴史家、ジュール・ミシュレは、 我々の党たちの心を奪い、一人の女の中に自由のイメージそのものを想起させた英雄的な美しさと評価している。学校教育を受けたことのない彼女だったが、次第に革命の思想を理解し、また傍聴席に熱心に通う男装の女性の姿は議員の目に留まり、革命家たちとの面識も得た。自宅には自然とサロンが形成され、彼女は 小腐家業で得た資産をもとに革命家たちを援助した。彼女のサロンにはダントン、デムーラン、ミラボー、シエースなども出入りした。10月5日のベルサイユ行進の際も、まだ彼女は刺したる活動をしていない。この事件の首謀者がテロアニュであり、マリー・アントワネットの居室まで侵入したという伝説があるが女性を中心とする事件であったために、 パリで著名な女性であった彼女が結びつけられたものである。彼女が革命家として本格的な活動を始めるのは1790年のことでバスティーユロー国の跡地への国会庁舎建設を訴える演説などを行っている。だが、彼女の影響力が増大するにつれ、中傷も激しくなった。特に応答派ジャーナリストは彼女への攻撃に熱心で、 娼婦時代の経歴を暴き立てたり、彼女は革命指導者たちの丈婦であるとするゴシップ記事を書き立てたりした。1792年、断層のテロワーニュ1791年、テロワーニュはベルギーに帰省していた。王党派の攻撃を逃れるためと、革命家たちへの援助で資産が突きかけていたためである。この時、彼女はオーストリアの関係により身柄を拘束され、 政治犯としてオーストリアのクフシュタインに送られた。罪状はフランス王妃に対する陰謀に参加したこととされた。ベルギーに亡命していたフランスの王統派貴族の密告によるものという。現在残る彼女の手記はこの国中で書かれたものである。フランスで強い影響力を持つ彼女はやがてウィーンに送られ、神聖ローマ皇帝レオポルト2世自らも尋問したが、 実際のところ彼女は大した情報を持っておらず、9ヶ月の後に釈放された。この逮捕は、帰って革命家としての彼女の経歴に白をつけるものとなった。1792年、パリに帰還した彼女は、旧勢力の抑圧から脱出してきた受難者として、ジャコバンクラブで大歓迎を受け、自由のアマゾンヌと称えられた。この頃が彼女の絶頂期で、 様々な集会場に招かれて、監禁の経験を語った。また、パリ市内に、婦人クラブを結成して、下町の女性を集め、女性も、武器を取り部隊を編成して革命に参加すべきと、訴えた。8月10日事件の際は、例の断層で、チュイルリー宮殿に向かう民衆の旗印となった。1816年のテロワーニュ1793年に、入ると、 1>, 1月のルイ16世紀の処刑とこれを受けての第一次大仏内同盟の結成、各国からの経済制裁により、共和政府は苦境に立たされた。民衆の食糧危機に対し打開策を講じない、ジロンド派に対しジャコバン派は反発を強め、共和政府内の対立構図も深刻となった。テロワーニュの思想は、市民の和解と団結の上での対外回線、というジロンド派寄りのものであり、 このために彼女は、反戦派のジャコバン派支持者から憎悪の対象とされるようになった。5月、国民公会の開催されていた、チュイルリー宮殿前にてジャコバン派支持の女性たちが、ブリッソー・ラ・ジロンド派の追放を訴えていた。いつものように国会へと通ってきたテロワー・ニュワコの女性らともみ合いになり、馬上から引きずり下ろされ、服を引き裂かれて、裸体とされ、その上で暴行を受けた。 これがテロアーニュが革命史上に登場する最後となった。この経験は彼女の精神に致命的な傷を負わせ、やがて発狂した彼女はいくつかの精神病院を転々とした。娼婦時代に感染した梅毒が体を蝕んでいたとも言う。最後はパリのサルペトリエール療養所で1817年6月8日に54歳で寂しく一生を終えた。ありがとうございます。